先ほどね、木下さんの話ありましたけどね、皆さん、僕らもね、好き好んでね、自分たちの給料をバタバタ切ってるわけではありません。皆さんご承知の通り、彼は子だくさん、いっぱい食べさせなあかんのですよ。それはお金いります。皆さん、最近子供たちも大きくなってね、飯をよく食べるようになる。インテル係数高い、米代がごっつい高い、ここの家はね、僕らもそろそろあんまり食べなくなってるからね、いいです。ここは食べ盛りなんですから、それでもね、皆さん、橋本も僕も、市長、知事として、報酬が3割カット、3日ほど前の新聞にも、ボーナス3割カット、皆さんがそれを知っていただいていると思います。彼の奥さんね、3割カット見るたびにね、ちょっと目つぶるらしい。子供の食事高くするのは完璧にやろうか、それでもやらんといかんのです。なぜか、今日本の国、大赤字ですから、皆さんに1200兆借金、皆さんあるんですよ。毎年ね、日本の国、毎年の予算90兆のうち、約半分赤字取ったり、どん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 ね、皆さんの借金を押し付けるだけ。大阪府大阪市は違います。皆さん、豊中市民の皆さんは大阪府民でもありますから、はっきり言っておきますけど、大阪府は僕らが改革をやって、自分たちの身を切ってきて、そして役所改革をやって、今、橋本不正、松井不正と、7年連続、皆さん、黒字ですよ、黒字。皆さんの懐に借金を積み上げてはいません。増税ももちろんしてません。7年連続の黒字で、府民の皆さん、皆さん方の預貯金、今年の4月には1500億弱積み上げました。1500億円ですよ。1500億円弱積み上げて、1500円置くんとちゃいますからね、皆さん。僕はよく分かってもらいたい。それだけね、改革続けてくれば、黒字になる。皆さんの預貯金も食べれることになる。子供たちの医療費助成、来年4月から予算ベースで倍にします。それでも黒字。大阪だけしかやってないけど、子どもたちが高校行くとき、私学の無償化やっております。47都道府県で、私学ただで行けるの、この大阪だけなんです。高い、ね、所得の人には負担してもらってますけど、650万円所在までは、私学無償ですと。そういうところにお金使って、それでも黒字でやってきて、役所の配置をガラッと変えたからです。これをね、僕はこの国でもやりたい。そう思って、国にいろんなこと言うのに、さっき木下候補が話した通り、皆さんにね、増税を 3% お願いして、総理はまたあと1年8ヶ月後には、あと 2% 上げる。要は、この前まで 5% だったんだ。ここ2年3年で 10% になるんだ。これもはっきり言って、皆さんに増税それだけ負担をかけてね、皆さん、国会議員が給料を上げててね、この国の税金の使い方はちょっと間違っても使いますか。こんなこういう感覚でね、皆さん役所の中の会社にしてお金なんか出せません。大阪府は橋本松江先生で7年黒字、これは我々全く同じ感覚、木下も含めて同じ感覚でね、要は行政で今預かっていただいてお金はね、僕も橋本市長もね、木下も政治家として同じこと、それ何か、大阪府庁にお金なんかありません。大阪市役所にお金なんかありません。要は、お金は、僕らがやってるのは、皆さんの財布を預かってるだけなんです。その財布を預かる限りね、今、これだけ赤字なんだから、自分たちのね、その財布から、自分の懐に金入れてどうするんですか。それを増やしてどうするんです。それやったのが自民党、公明党、今の政権です。木下がさっき言ったように、ダメダメ、まあ、流行りの言葉で言うと、ダメよダメダメ、増税して国会議員の給料上がるの、ダメよダメダメ、何度言っても、自民党、公明党、聞きませんでした。いや、国会議員は偉いんだから、国会議員はね、そういう、どういう場所で集めなかったから、皆さんのね、財布を預かってる確かなもんでね、皆さんの負担をお願いしながら、自分のところ、月額25万円、年収1600万から2000万に上げてしまう。これも感覚として違うんですよ。この感覚の人たちばっかりが今ね、
この選挙、北を北海道、南を沖縄で、みんなその感覚で埋め尽くされそうになってるんです。皆さん、これ変えさせてください。僕らだけで変えれるとは言いません。僕らが変えよう変えよう、言い続ける力を欲しいんです。言い続ける力、日本になくなればね、皆さんのね、財布、皆さんの見えないところ、まあ、霞ヶ関長田町、好きなようにされてるんです、今。これをね、とにかくおかしい、おかしい、おかしい、言い続けない。言い続けないと、この国の税金の使い方、変わらんのです。皆さん、大阪は変わりました。でも大阪だけ黒字でも、日本国が大赤字なんです。こんな黒字すぐ吹っ飛ぶんです。とにかく日本国でもね、税金の使い方、大阪のように変えていく。それを言い続けられる。そのせいです。もうこれ大阪維新の会でスタートした維新の党でしかもうこれできません。なんちゅっても僕らここでやったんです。政治は結果責任、実行力、信頼力。我々はこの大阪でそれをやった。皆さんの力をね、木の下に、もうちょっとなんです。もうちょっと頑張ってもらったら、なんとかいいとこまで来る。あと、1人、10票、10人です。皆さん、おかしい例ある日本の税金の使い方、1人10人に言ってください。そしてこの人にも、あんたを超えるってなって10人、こういうね、呪術つなぎ、これを口コミ、口コミ、携帯からの連絡で広げてもらいたい。そうすれば、もうちょっとで、いいとこ来てる、もうちょっとなんで、皆さん、今日、明日、2日間、ここでね、ぐーんと追い上げていきたいんで、皆さんの力が必要です。よろしくお願いをいたします。どうもありがとうございます。ありがとう。じゃあ今日に変わります。小崎さんでね、生活は苦しいけど報酬3割カット中です。いや、皆さん、将来の皆さん、本当にね、選挙の時にこういう風に皆さんのところに出るんだけど、本当にすいません。まあ、僕は豊中市に住んでおきながら大阪市長やってましてね、豊中のために何もやってないんですよ。で、地域の活動も何もしていませんし、まあ、本当に大阪を何とかしたいという思いだけで、まあ、不思議をやって、僕は豊中市民のために大阪市長をやったと。まあ、そういう中でですね、これ選挙の時だけお願いをするというのは大変申し訳ないと思ってます。それから木下もね、僕の同級生なんですけど、まあ、本当に皆さんにお詫びしなければいけないのは、多分ほとんど皆さんの、まあ、中に入ってきてですね、地域活動とかこういうこともほとんどやってないと思います。はっきり言いますけど、維新でほとんど今期待されておりません。期待されておりません。まあ、これも正直なところです。なんでかと言ったらね、これは僕や松井幹事長のある意味新人の教育不足、指導不足というところがあります。それはそうですよ。まだ1年生議員でね、この1年生の国会議員が何ができるってできないんですよ、そんなの。それをね、皆さんの前でね、あれをします、これをします、俺の力ですって言ったって、この辺の皆さんみんな見抜くんです。そんな言ったってお前に何ができるのと。それから給料月額25万円上がってるんです。皆さん、お父さんが月額25万円とかどんな額の給料アップなんですか。25万円って言ったら何ヶ月分の小遣いですか。パートで皆さん25万円なんて稼げますか。無理ですよ。これ、へそくりで食べようと思ったら何ヶ月かかるんですか。それを月額25万円、この5月から給料アップしてるんです。そしたらね、もうちょっとこの壇上に乗った時には申し訳ありませんっていう謙虚な姿勢でね、これ皆さんにお話をさせてもらわないと、それは皆さんとしては月額25万円の給料、皆さんのこの一番負担の多いこの時期にですよ、25万円の給料アップさ しておいてですよ、俺がこの日本を国を変える、俺がこうするって言ったって誰もそんなのしらけちゃいますよ。本当にそのあたり申し訳ないです。ただね、本当に人間いいやつなんです。本当にいい人間で、国会議員まだ2年しかやってないですから、政治の経験もないし何もないけれども、本当にね、一生懸命政治やろうと。で、大阪で僕がいろんな改革をやって、まあメディアから毎日毎日アホこけかさアホこけかと言われて、批判ばっかりされて悪口言われて、まあその僕だって人間ですから、これへこむ時なんてそれはありますよ。この僕もね、まあ、そんな時にね、同級生だからしっかり支えようということで、まあ、この政治の現場に入ってもらったんですよ。まだまだ実力もありません。それは自民党の大塚さん、
国会議員なんて今やってますよ。それは政治家としてはね、そちらの方が頼りがあると思われるかも分かりません。ただそんな中で皆さんにね、どうしても考えていただきたいことがあるんです。さっき知事も言いましたよ。皆さん消費税 10% アップです。決まりました。ここで自民党が今度12月の14日圧勝しました。もうこれ決まる。消費税 10% 2017年の4月です。年金下がりますよ。決まりです。国民全員の年金が下がるんです。年金で生活されている方もう年金下がりますよ。それから医療費、医療費はこれ自己負担増加します。特に70から75歳の方、医療費は、ね、2割負担です。国民にものすごい負担をかけられる、そういう時代に突入した。このさなかに国会議員給料月額25万円アップ、これを決めたのは自民党公明党です。皆さん12月14日のね、選挙の特番、まあ、見ててください。全国自民党公明党さなかになりますから、もうほっといても自民党公明党の圧勝です。圧勝で、そんな中でね、皆さん、これ本当に自民党と公明党のね、国会議員だらけにしたら、国民の皆さんがこれ賛成同意したっていうことになるんです。消費税 10% 上げられて、お商売されてる方も大変ですよ。リサイクルセンターの方も消費税 10% となれば本当に売れる本が売れなくなりますよ。これそれから年金は切り下げられて、これ生活大変です。本当にこれ国会議員の給料25万円上げていいんですか皆さん。これね、僕全国回ってこの話してるんです。九州は鹿児島福岡行きましたよ。中国地方はね、広島岡山行きました。おとついからその前はね、四国ぐるっと回ってきた。みんなに聞いてるんです。国会議員の給料、この5月から半年前から月額25万円上がったことを知ってる人どれくらいいらっしゃいますか。誰も知りません。誰も知りません。皆さん知らない中でね、なんとなく自民党公明党にまあこう表示してしまうんです。それはそうです。もし自民党か民主党かと言われれば、それは自民党になりますよ。さあその通りです。誰も民主党なんか選びません、今のこのご時世でね。さあその通りです。ただ自民党と民主党以外の選択肢があるから、我々維新の党、本当に実力不足でね、僕の本当に力不足で、今回全国で80名しか立候補者出していません。でもこの大阪においては、特に豊中においては維新の党という選択肢がある。その時にね、皆さんも声をね、上げてもらいたいんです。国会に永田町にね、皆さん意思表示をしてもらいたい。我々に負担を求める前に、増税する前に、国会にまず自分たちの身を切れと。年収2000万円以上、皆さん年収2000万円以上、1年生がですよ、まだ何の働きもしてない。まあ、国会でからいろんな質問をするか何か分かりませんけども、まず俺らからしたら政治なんか何でも知らないですよ。その人間が年収2000万以上もらって、しかも給料以外にですよ、年間1200万円ですよ、お父さん。経費、領収書類も経費もらってるんです、国会で。これは給料と一緒ですよ。合わせたら3200万、3500万の給料もらってるんです。維新の党の1年生、今本当に今全くこれ支持今受けていません。さあそうです、1年生で3500万も4000万も給料もらって、偉そうに皆さんにね、愛するこれするから愛するって言う立場じゃないんです。皆さんにはしっかり謙虚にこれだけの給料をもらってるけど申し訳ありません。まだまだ自分の実力はね、まだまだ足りないけれども、一生懸命これからやらさせてもらいますよ。その姿勢がね、維新の党の国会議員には足りやすすぎる。まあ僕の責任で申し訳ないです。まあしっかりこれからね、指導をやっていきますよ。でも人間としては本当に悪くないし、熱い気持ちも持ってるし、そこで皆さんね、自民党圧勝するというこの流れの中でね、本当に全国自民党と公明党だらけにしたら、皆さん増税ばっかりさせられて、国会議員懐を肥やすこと、これ全国民が認めたことになってしまうんです。僕はこれ狂ってると思う。国民が馬鹿にされてると思う。なんで政治家の給料上げなきゃいけないんですか、こんなご時世に。皆さんに消費税の増税を負担させて、皆さんの年金切り下げたお金が、なんでこんな1年生の国会議員のところの月額25万円の給料アップに使われなきゃいけないんですか。腹立たしいですよ、こんなの。それだったらね、皆さん、
我々実力ないかもわからないけど、まあ木下も一生懸命増税の前には自分の給料カット言い続けてます。一回自民党のね国会議員こちらにもいますから、立候補者聞いてみてください。あんた給料切るのと言いません。自民党は給料上げるって言ってるんですよ。皆さんに負担を押し付けておいて給料上げるって言ってる、そんなこと認めていいんですか。もう一つ年金ですよ。年金もね、国民の皆さんの年金をね今一律に引き下げるって言ってるんですよ。自民党と公明党は、我々維新の党は違います。まあもちろんこれからねお金が足りなくなってくる、年金財源も足りなくなってくる、どこかで国民の皆さんに負担を求めなきゃいけませんが、先にやるべきことは年金引き下げる人に、年金を引き下げてもいい人がいるんです。その人の年金を下げたらいい。まずは僕ですよ。僕、なぜ僕かといえばね、僕は弁護士なんです。国から資格を与えられてます。特権を持ってるんです。弁護士だけです。弁護士業ができるのは、僕は死ぬまで仕事ができる。定年退職はありません。まあ65歳になってもね、そこそこ仕事やってれば自分で生活できますよ。医者や弁護士や税理士、その他資格を持ってる人間、ずっと働けるんですから。僕は65歳になって年金いりません。まあいりません。あの年金は払ってきますよ。本当に払ってきますけども、働いて自分で資格を持ってる限りは、まあ、年金はいらない。年金なんか出しちゃいけないんです。それから貯蓄がいっぱいできた人、人生65年経って人生うまくいって貯金がいっぱいできた人、ほんであのリトラのクリックロビーなんかでね、今おろせないのかも分かりませんけど、一回1億円くらい引き出せる人ですよ。今50万くらいまでですから。でもそれぐらいお金持ってる人とかはね、年金なくしてもらわなきゃいけないんです。株を持ってる人、アベノミクスでね大儲けしてるのは株持ってる人ですよ。株で大儲けした人なんて年金我慢してもらわなきゃいけないんです。会社の社長さん、オーナーさん、年金をね引き下げてもいい人はこの国の中に1000万人ぐらいいますよ。1000万人ぐらいいる。その人の年金をまず下げて、そのお金を普通の生活をしてる人、定年退職をした人、年金だけが生活の収入のね、唯一の生活、もう生活をするためのその収入の人、そういう人たちの方にまずお金を回せって言ってるのが維新の党なんです。ところがこれ自民党も公明党も、まあ、民主党もそうですけど、国民全員の年金引き下げちゃう。これ違うでしょ。なんでそうなってしまうのかといえば、まあ、簡単ですよ。まあ、僕は今もう彼女も20年25年ぐらい年金の保険料を払ってますけども、はい、弁護士もう年金我慢してね言った途端にどうなるか、弁護士からうわーっと反発出ます。はい、お医者さん申し訳ないけども、ちゃんと仕事してる間は年金我慢してね、医者からうわーっと反発が出る。だから誰も言えないんですよ。だから国民全員の年金を引き下げると言った方が楽だと。でも違いますよ皆さん。年金なんていうのはね、老後の生活の保障なんですから。老後の生活の保障、自分で飯食っていけるんだったら年金出さなきゃいいんです。でも年金が唯一の収入の人だったらね、それ年金しっかり出さなきゃいけない。今ね皆さん年金6万7万でしょ。どうやって生活するんですか。こんなの国は馬鹿にしてますよ。生活の保護のお金よりも年金の額の方が少ないって言うんですよ。どうやって生活しろって言うんです。じゃあ年金をどうやって上げるか、上げる上げると言ったとお金もないんです今の日本の国には。だからどうするかといえば、まずは年金を我慢してもらう人に我慢をしてもらう。これはっきり政治家言わなきゃいけない。これ言ってるのが維新の党ですけれども、もし全国で自民党公明党だらけになってしまったら、全国で自民党公明党の議員だらけになってしまったら、僕らのこの主張も賛同を得られなかった、国民の皆さんに支持を得られなかったということで、結局国民全員の年金切り下げに皆さんが賛成したということになってしまうんです。本当に皆さんに、まあ、お願いしたいのはね、僕ら力不足だから、今この維新の党の人数だけでね日本の国を変えるとかなんかこうするとか偉そうなことは言える立場ではないですけど、でも自民党の公明党だらけになってしまったら、自民党が言ってることを全部認めることになってしまうんです。でね皆さん、首相がゴロゴロ変わるのは、ね、嫌だっていう人もいっぱいいます。せっかく安倍さん2年間続いた、まあ、3年4年くらい首相をやってもらいたい、前みたいに1年ごとに、ね、首相が変わるのは嫌だって多くの国民の声はそうです。だからね今回の選挙
ほっとりても阿部さんは勝ちます。阿部さんが勝ったことはありません。でそうであるならばですよ、全国で475人の国会議員のうち、せめてね、10人や20人や30人はこういう我々が言ってるような主張、我々が言ってるようなこの考え方、やっぱりそこにね、もし賛成してくれるということであれば、そういう意思表示をしないと、全部自民党公明党が言ってること全部それ一色になってしまいます。もう一度言います。自民党公明党はこう言ってる。国民の皆さんに負担を押し付けるけれど、国会議員は給料は削りません。むしろ国会議員給料を上げますよ。年間1200万円、給料とは別のお金、領収書は一切つけませんよ。自民党言ってます。年金、国民全員の年金を引き下げると言ってます。原子力政策見てください。原子力発電所をどん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 動かしていくと自民党は言ってます。我々はね、原子力発電も今日の明日のにゼロにできるとは思っていませんが、それでも20年30年かけて新しいエネルギーというものをこれ見つけ出していかないと日本は持たないと思ってます。これにしてこそ水素というものを利用してね、水素社会というものを作っていく、新しいエネルギー社会を作っていく、こういう種のことをずっと言ってるんですけど、これも自民党公明党の勝てば原子力を動かしていくということに、ここの国が反応したことになってしまうんです。そしてね、我々がずっとやってきたことは、まあ本当にあの僕は豊中で何もしていませんけれども、教育にとにかく力を入れているのが維新の会、維新の党です。教育大国日本を目指す、教育大国日本を作って国を強くする、景気対策をする、少子化対策をする、これが維新の党の考え方。まあ、アベノミクスに対抗する維新のミクスといって、まあ、まだまだ言葉は広がっていませんが、教育大国日本で国を強くし、少子化対策をし、景気対策をする、子どもを持って大学を卒業させるまで教育費完全無償の国を作る、これが維新の党のね、ある意味目標なんです。大学といってもエースで公認しただけではありませんよ。料理を学ぶ学校も、文化芸術を学ぶ学校も、大工さんになる学校も、全部ひっくるめて教育ですけど、これを完全無償の国にする。そうすれば子供をね、今一人抱えてる若いお父さんお母さん、もう一人産もうかっていう気にもなりますけど、今子供をね、産めない理由の最大の理由は教育費がかかりすぎることです。うちも無計画に7人できちゃいましたけど、教育費がかかってしょうがない。教育費完全無償の国になれば、これは子供1人のところを2人産もうかってなりますよ。これは少子化対策になるんです。こんなことも自民党や公明党何でも言ってます。それからね、若いお父さんお母さん、教育費が無償になれば、それはその分教育費にかかっているお金をね、飲み食い買うに回すことができるんです。これは景気対策にもつながるんです。そして一番はね、国を強くするのは人を強くすること、人の強さは教育のレベル。だから日本国がですよ、歴史振り返ってみて、あのアメリカやヨーロッパに植民地にされなかった、アジアの中で唯一植民地にされなかったのは我が日本国だけですよ。それは日本人の、その日本人の、ね、教育レベルが高いから。日本人というのはすごいんです。子供が生まれたらね、お父さんお母さんの自分の着るものを節約して、食べるものを節約しながら全部子供の教育費に回す、これが日本人なんです。僕はこれは素晴らしいと思いますね。ところが日本というのは国はね、情けないことです。先進国の中で税金を教育に回してる割合が一番低いのがこの日本なんです。税金を教育に使ってない、どこに使ってるの。天下りの退職金だったり、公共工事だったり、それこそ国会議員の給料25万円アプリ使ったりとか、こんなデタラメな税金の使い方をしてる。これを正していこうというのがね、維新の党の考え方。大阪維新の会はこれまで4年間5年間活動してきて、大阪府大阪市の徹底した改革をやって、お金を生み出したものを全部教育費にぶち込みまして、だから大阪だけです。僕が知事になって実現したのはね、今私立の高校を無料で行けるのは大阪だけです。年収610万円世帯の方、お子さん私立完全無料で行ける。年収800万世帯の子供は10万円で私立の高校も行ける。これ大阪だけです。もっと大阪市では中学校1年生、2年生、3年生、塾に通うお金、月1万円、年12万円、これを助成始めます。こういうことをやってるのは大阪だけなんです。やろうと思ったらできるんですよ、教育大国日本を作ろうと思えば。教育費完全無償を目指してね、教育費完全無償にして、少子化対策、景気対策、国を強くすることにつなげる。これが維新の考え方ですけども、
今回自民党公明党が全部日本中全部自民党公明党の議員になってしまうと、こういう考え方もね退けられることになります。アベノミクスは大企業を儲けさせる、株を上げる、教育大国日本なんてメッセージ出てないじゃないですか。ですから皆さん、自民党と民主党どちらを選ぶかといえばね、それは自民党の憲法ですけれども、しかしこの世の中においては維新の党の指導者がいますから、どうかね皆さん、この自民党が言っていること全て賛成したわけではないよというその意思表示を示すために、もう一度木下を国会に送り出してもらいたいと思います。まだまだ実力不足で力不足で、まだまだ皆さんのお役に立ててるような状況ではありません。偉そうなことを言ってもすぐにそれができるようなそんな立場がないのは十分分かってます。これからしっかりとね皆さんの中に入って皆さんの声を聞いて、まさに国民の皆さんの感覚を国会の中に送り届けます。本当に皆さん、国会の中立ちはひどいですよ。これね、皆さんに負担を押し付けておいて、月額25万円の給料アップですよ。ここに立ってね、皆さんの顔を見て、私の給料は25万円アップしてるなんて堂々と言える国会議員なんかいません。まずは謝罪からお詫びから入るのが普通なのに、中立ち親国会っていうのはひどい。堂々と偉そうに天下国家を論じるんです。消費税 10% 増税、年金切り下げ、医療費の増額、そんな中で国会議員が懐を肥やしてね、何が天下国家を論じるんですか、ふざけんじゃないって言うんです。そういう声をしっかりと国会の中に届けていくのが維新の党、僕の役割でもあると思ってます。まあ、僕は人柄も悪いし口の利き方も悪いですけど、まあ、スピーカーとしては結構使えますよ。わわわわ騒いでいきますから、皆さんど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 ん言ってね、告げ口もしていきますよ、国会議員のこの広さとか。でもそれはね、木下のこの感覚、この感覚が国会に入って初めて僕とね情報交換をしながらまた皆さんにお伝えすることができますから、本当にまだまだ実力不足であることは承知していますけど、本当にこの純粋なね木下と智彦をもう一回国会に送り出してください。本当に厳しい戦いなんです。あとはね、皆さんの電話で、ね、これもう本当に支援の方を広げてもらうしかありません。組織ありませんから、もう相手方むちゃくちゃ強い、むちゃくちゃ強いです。組織力をフル回転させて、ですから皆さん一生懸命電話をねかけてもらって、お一人様本当にね5名で結構です。まずは最低5名に電話かけてください。木下お願いします、維新の党お願いします、で、もう自民党が言ってることを全部認めたらこれ偉いことになるということで電話をかけてください。あと2日間、そしてその時にね、皆さんが電話をかけてもらったその5名にこう言ってください。あなたも5名に電話かけてみると、それでね、まずここにいらっしゃる皆さんの数が5倍に増え、また5倍に増え、2日間で本当に逆転ができます。政治家に力なんてないんですよ。政治家の力ってのは有権者の力なんです。有権者が政治を動かすんです。もしここで広下が負ければ、維新の党が負ければね、国民の皆さんは自分たちの負担を上げられても、国会議員の給料を上げてもいいよということ、そのことを認めたことになってしまう。それだけ僕は絶対に嫌なんです。どうぞこの豊中で、本当に僕は何も貢献していませんけど、もう一度木下に力を与えちゃってください。どうぞあと2日間、電話で支援の方を広げてください。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。また豊中に行きますので、ほか安心させてもらいたいんですけども、ちょっと移動させてもらいます。本当に木下で頑張りますので、よろしくお願いしますね。はい、渋沢智彦の応援に橋本徹代表、この話もう一度聞けなければ、ただいまより豊中駅でもう一回やります。そしてまだ足りなければ千里中央でその後行きますので、ぜひあと1日どうぞ維新の党木下智彦にどうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。そして近隣の皆さん、ありがとうございます。顧問の皆さん、ごめんなさいね、なんか勉強邪魔しちゃって、あ、上、美容師さんですか、すいません、久保教室の皆さん、すいませんでした。ありがとうございます。豊中の皆さん、本当にすいません、もう本当にまだまだね、力不足なんと申し訳ないですけど、皆さんの声、自民党の考えていることが全てじゃないよということをしっかりと国会に届けましょう。皆さん、負担だけ押し付けられて国会議員給料月額25万アップ、最悪ですから、これはお願いします。木下、どうかよろしくお願いします。お願いします。
ました。皆さんの力をね、木の下に、もうちょっとなんです。もうちょっと頑張ってもらったら、なんとかいいとこまで行く。あと、1人、10票、10人です。皆さん、おかしい例ある日本の税金の使い方、1人10人に言ってください。そしてこの人にも、あんたを超えるってなって10人。こういうね、呪術つなぎ、これを口コミ、警察からの連絡で広げてもらいたい。そうすれば、もうちょっとで、いいとこ来てる、もうちょっとなんで、皆さん、今日、明日、2日間、ここでね、ぐーっと追い上げていきたいんで、皆さんの力が必要です。よろしくお願いをいたします。どうも、ありがとうございます。ありがとう。じゃあ、今日に変わります。小崎さんでね、生活は苦しいけど、報酬3割、カット中です。はい、いや皆さん、将来の皆さん、本当にね、選挙の時にこういう風に皆さんのところに出るんだけど、本当にすみません、まあ、僕は豊中市に住んでおきながら、大阪市長やってましてね、豊中のために何もやってないんですよ、で地域の活動も何もしていませんし、まあ、本当に大阪をなんとかしたいという思いだけで、まあ、市長をやって、僕は豊中市民のために大阪市長をやったと、まあ、そういう中でですね、これ選挙の時だけお願いをするというのは大変申し訳ないと思ってます。それから木下もね、僕の同級生なんですけど、まあ本当に皆さんにお詫びしなければいけないのは、多分ほとんど皆さんの、まあ、中に入ってきてですね、地域活動とかそういうこともほとんどやってないと思います。はっきり言いますけど、維新でほとんど今期待されておりません。期待されておりません。まあ、これも正直なところです。なんでかと言ったらね、これは僕や松井幹事長のある意味、新人の教育不足、指導不足というものがあります。それはそうですよ。まだ1年生議員でね、この1年生の国会議員が何ができるってできないんですよ、そんなの。それをね、皆さんの前ではね、あれをします、これをします、俺の力ですって言ったって、国民の皆さんみんな見抜くんですよ。そんなに言ったってお前に何ができるのと。それから、給料、月額25万円上がってるんです、皆さん。お父さんが月額25万円とかどんな額の給料アップなんですか。25万円って言ったら何ヶ月分の小遣いですか。パートで皆さん25万円なんて稼げますか。無理ですよ。これへそくりで食べようと思ったら何ヶ月かかるんですか。それを月額25万円この5月から給料アップしてるんです。そしたらね、もうちょっとこの壇上に乗った時には申し訳ありませんっていう謙虚な姿勢でね、これ皆さんにお話をさせてもらわないと、それは皆さんとしては月額というものを作っていく、新しいエネルギー社会を作っていく、こういう仕事をずっと言ってるんですけど、これも自民党公明党の過程は原子力を動かしていくということに、ここの皆さんが反応したことになってしまうんです。そしてね、我々がずっとやってきたことは、まあ、本当に僕は豊中で何もしていませんけれども、教育にとにかく力を入れているのが維新の会、維新の党です。教育大国日本を目指す、教育大国日本を作って国を強くする、景気対策をする、少子化対策をする、これが維新の党の考え方、まあ、アベノミクスに対抗する維新のミクスといって、まあ、まだまだ言葉は広がっていませんが、教育大国日本で国を強くし、少子化対策をし、景気対策をする、子供を持って大学を卒業させるまで教育費完全無償の国を作る、これが維新の党のね、ある意味の目標なんです。大学といってもエースで国にしただけではありませんよ。料理を学ぶ学校も、文化芸術を学ぶ学校も、大工さんになる学校も、全部ひっくるめて教育ですけど、これを完全無償の国にする。そうすれば子供をね、今一人抱えてる若いお父さんお母さん、もう一人産もうかっていう気にもなりますけど、今子供をね、産めない理由の最大の理由は教育費がかかりすぎることです。うちも無計画に7人できちゃいましたけど、教育費がかかってしょうがない。教育費完全無償の国になれば、これは子供1人のところを2人産もうかってなりますよ。これは少子化対策になるんです。こんなことも自民党や公明党何でも言ってます。それからね、若いお父さんお母さん、教育費が無償になれば、それはその分教育費にかかっているお金をね、飲み食い買うに回すことができるんです。これは景気対策にもつながるんです。そして一番はね、国を強くするのは人を強くすること、人の強さは教育のレベル。だから日本国がですよ、歴史を振り返ってみて、アメリカやヨーロッパに植民地にされなかった、
アジアの中で唯一植民地にされなかったのはまだ日本国だけですよ。それは日本人の、この日本人の、ね、教育レベルが高いから。日本人っていうのはすごいんです。子供が生まれたらね、お父さんお母さんの自分の着るものを節約して食べるものを節約しながら全部子供の教育に回す、まあ、それが日本人なんです。僕はこれは素晴らしいと思いますね。ところが日本っていうのは国はね、情けないことです。先進国の中で税金を教育に回してる割合が一番低いのがこの日本なんです。税金を教育に使ってない。どこに使ってるの？天下りの退職金だったり公共工事だったり、それこそ国会議員の給料25万円アップに使ったりとか、こんなデタラメな税金の使い方をしている。これを正していこうというのがね、維新の党の考え方。大阪維新の会はこれまで4年間5年間活動してきて、大阪府大阪市の徹底した改革をやって、お金を生み出したものを全部教育費に打ち込みます。これは給料と一緒ですよ。合わせたら3200万、3500万円の給料もらってるんです。維新の党の1年生、今本当に今全くこれ支持今受けていません。さあそうです、1年生3500万も4000万も給料もらって、偉そうに皆さんにね、愛するこれするから愛するっていう立場じゃないんです。皆さんにはしっかり謙虚にこれだけの給料をもらってるけど申し訳ありません。まだまだ自分の実力はね、まだまだ足りないけれども、一生懸命これからやらさせてもらいます。その姿勢がね、維新の党の国会議員には足りやすすぎる。まあ、僕の責任で申し訳ないです。まあ、しっかりこれからね、指導をやっていきますよ。でも人間としては本当に悪くないし、熱い気持ちも持ってるし、そこで皆さんね、自民党圧勝するというこの流れの中でね、本当に全国自民党と公明党だらけにしたら、皆さん増税ばっかりさせられて国会議員懐を肥やすこと、これ全国民が認めたことになってしまうんです。僕はこれ狂ってると思う。僕はみんなバカにされてると思う。なんで政治家の給料上げなきゃいけないんですか。こんなご時世に皆さんに消費税の増税を負担させて、皆さんの年金切り下げたお金が、なんでこんな1年生の国会議員のところの月額25万円の給料アップに使われなきゃいけないんですか。腹立たしいですよ、こんなの。それだったらね、皆さん、我々実力なんかもわからないけど、まあ木下も一生懸命増税の前には自分の給料をカット言い続けては、一回自民党のね、国会議員こちらにもいますから、立候補者聞いてみてください。あんた給料切るのと言いません。自民党は給料上げるって言ってるんですよ。皆さんに負担を押し付けておいて給料上げるって言ってる。そんなこと認めていいんですか。もう一つ、年金ですよ。年金もね、国民の皆さんの年金をね、今一律に引き下げるって言ってるんですよ、自民党と公明党は。我々維新の党は違います。まあもちろんこれからね、お金が足りなくなってくる、年金財源も足りなくなってくる、どこかで国民の皆さんに負担を求めなきゃいけませんが、先にやるべきことは年金引き下げる人に、年金を引き下げてもいい人がいるんです。その人の年金を下げたらいい。まずは僕ですよ、僕。なぜ僕かといえばね、僕は弁護士なんです。国から資格を与えられてます。特権を持ってるんです。弁護士だけです、弁護士業ができるの。僕は死ぬまで仕事ができる。定年退職はありません。まあ65歳になってもね、そこそこ仕事やってれば自分で生活できますよ。医者や弁護士や税理士、その他資格を持ってる人間、ずっと働けるんですから。僕は65歳になって年金いりません。まあいりません、あの年金は払ってきますよ、本当に払ってきますけども、働いて自分で資格を持ったのは含めて同じ感覚でね、要は行政で今預からしている、預かった、出させていただいているお金はね、僕も橋本市長もね、木下も政治家として同じこと。それは何か、大阪府庁にお金なんかありません。大阪市役所にお金なんかありません。要はお金は、僕らがやってるのは皆さんの財布を預かってるだけなんです。その財布を預かる限りね、今これだけ赤字なんだから、自分たちのね、その財布から自分の懐に金入れてどうするんですか。それを増やしてどうするんですか。それやったんが自民党公明党今の政権です。木下がさっき言ったように、ダメダメ、まあ流行りの言葉で言うとダメよダメダメ、増税して国会議員の給料上がるの、ダメダメダメ、何度言っても自民党公明党聞きませんでした。
いや、国会議員は偉いんだから、国会議員はね、そういう道路があふれなかったら、皆さんのね、財布を預かってる立場の方でね、皆さんの負担をお願いしながら、自分の懐、月額25万円、年収1600万から2000万に上げてしまう。これも感覚として違うんですよ。この感覚の人たちばっかりが今ね、この選挙、北を北海道、南を沖縄で、みんなその感覚で埋め尽くされそうになってるんです。皆さんこれ変えさせてください。僕らだけで変えれるとは言いません。僕らが変えよう変えよう言い続ける力を欲しいんです。言い続ける力、日本になくなればね、皆さんのね財布、皆さんの見えないところ、まあ霞ヶ関永田町好きなようにされてるんです。今これをね、とにかくおかしいおかしいおかしい言い続けない、言い続けないとこの国の税金の使い方変わらんのです。皆さん、大阪は変わりました。でも大阪だけ黒字でも日本国が大赤字になる。こんな黒字すぐ吹っ飛ぶんです。とにかく日本国でもね、税金の使い方大阪のように変えていく、それを言い続けられる、その勢力、もうこれ大阪維新の会でスタートした維新の党でしかもうこれできません。なんちゅうと僕らここでやったんです。政治は結果的に実行力、信頼力、我々はその大阪でそれをやった皆さんの力をね、木の下に、もうちょっとなんです、もうちょっと頑張ってもらったら、なんとかいいとこまで来る、あと1人、10票、10人、皆さん、おかしい例ある日本の税金の使い方、1人10人で言ってください、そしてこの人にも、あんたを超えるってなって10人、こういうね、呪術つなぎ、これを口コミ、口コミ、携帯からの連絡で、広げてもらいたい。そうすればもうちょっとでいいとこ、こういうこともほとんどやってないと思います。はっきり言いますけど、維新でほとんど今期待されておりません。期待されておりません。これも正直なところです。なんでかと言ったらね、これは僕や松井幹事長のある意味新人の教育不足、指導不足というものがあります。それはそうですよ。まだ1年生議員がね、この1年生の国会議員が何ができるってできないんですよ、そんなの。それをね、皆さんの前でね、あれをします、これをします、俺の力でって言ったって、この辺の皆さんみんな見抜くんですよ。そんな言ったってお前に何ができるのと。それから給料月額25万円上がってるんです。皆さん落とさないと月額25万円とかどんな額の給料アップなんだ。25万円って言ったら何ヶ月も残ったりですか。パートで皆さん25万円なんて稼げますか。無理ですよ。これ手そくりで食べようと思ったら何ヶ月かかるんですか。それを月額25万円この5月から給料アップしてるんです。そしたらね、もうちょっとこの壇上に乗った時には申し訳ありませんっていう謙虚な姿勢でね、これ皆さんにお話をさせてもらわないと、それは皆さんとしては月額25万円の給料、皆さんのこの一番負担の多いこの時期にですよ、25万円の給料アップさしておいてですよ、俺がこの日本の国を変える、俺がこうするって言ったって誰もそんなのしらけちゃいますよ。本当にそのあたり申し訳ないです。ただね、本当に人間いいやつなんです。本当にいい人間で、国会議員まだ2年しかやってないですから、政治の経験もないし何もないけれども、本当にね一生懸命政治やろうと。で大阪で僕がいろんな改革をやって、まあメディアから毎日毎日アホこけかさアホこけかと言われて、批判ばっかりされて悪口言われて、まあそれは僕だって人間ですから、これへこむ時なんてそれはありますよ。この僕もね、まあ、そんな時にね、同級生だからしっかり支えようということで、まあ、この政治の現場に入ってきてもらったんですよ。まだまだ実力もありません。それは自民党の大塚さん、国会議員何期もやってますよ。それは政治家としてはね、そちらの方が頼りがあると思われるかは分かりません。ただそんな中で皆さんにね、どうしても考えていただきたいことがあるんです。さっき知事も言いましたよ。皆さん消費税 10% アップです。決まりました。もうこれ自民党が今度12月の14日圧勝しますから、もうこれ決まる。消費税 10% 2017年の4月です。年金下がりますよ。決まりです。国民全員の年金が下がるんです。年金で生活されている方、この年金下がりますよ。それから医療費、医療費はこれ自己負担増額します。特に70から75歳の方、医療費は、ね、2割負担です。
です、今の日本の国には。だからどうするかといえば、まずは年金を我慢してもらう人に我慢をしてもらう、これはっきり政治家言わなきゃいけない、こう言ってるのが維新の党ですけれども、もし全国で自民党、公明党だらけになってしまったら、全国で自民党、公明党の議員だらけになってしまったら、僕らのこの主張も賛同を得られなかった、府民の皆さんに支持を得られなかったということで、結局、国民全員の年金切り下げに、皆さんが賛成したということになってしまうんです。本当に皆さんに、まあ、お願いを、もうお願いしたいのはね、僕ら力不足だから、今、この維新の党の人数だけでね、日本の国を変えるとか、なんかこうするとか、偉そうなことは言える立場ではないですけど、でも、自民党と公明党だらけになってしまったら、自民党が言ってることを全部認めることになってしまうんです。でね、皆さん、首相がゴロゴロ変わるのは、ね、嫌だっていう人もいっぱいいます。せっかく安倍さん2年間続いた、まあ、3年4年ぐらい首相をやってもらいたい、前みたいに1年ごとに、ね、首相が変わるのは嫌だって、多くの国民の声はそうです。だからね、今回の選挙、ほっとりても安倍さんは勝ちます。安倍さんが変わることはありません。でそうであるならばですよ、全国で475人の国会議員のうち、せめてね、10人や20人や30人は、こういう我々が言ってるような主張、我々が言ってるようなこの考え方、やっぱりそこにね、もし賛成してくれるということであれば、そういう意思表示をしないと、全部自民党、公明党が言ってること、全部それ一色になってしまいます。もう一度言います。自民党、公明党はこう言ってる。国民の皆さんに負担を押し付けるけれど、国会議員は給料は削りません。むしろ国会議員給料上げますよ。年間1200万円、給料とは別のお金、領収書は一切つけませんよ。自民党は言ってます。年金、国民全員の年金を引き下げると言ってます。原子力政策見てください。原子力発電所をどんどん動かしていくと自民党は言ってます。我々はね、原子力発電も今日も明日もにゼロにできるとは思っていませんが、それでも20年、30年かけて、新しいエネルギーというものを、これを見つけ出していかないと、日本は持たないと思ってます。これ、いつもと、水素というものを利用してね、水素社会というものを作っていく、新しいエネルギー社会を作っていく、こういう仕事をずっと言ってるんですけど、これも自民党、公明党の勝てば、原子力を動かしていくということに、ここの国が賛同したことになってしまうんです。そしてね、我々がずっとやってきたことは、まあ、本当にあの僕は豊中で何もしていませんけれども、教育にとにかく力を入れているのが維新の会、維新の党です。教育大国日本を目指す、教育大国日本を作って国を強くする、景気対策をする、少子化対策をする、これが維新の党の自民党が言ってます。年金、国民全員の年金を引き下げると言ってます。原子力政策見てください。原子力発電所をどんどん動かしていくと自民党は言ってます。我々はね、原子力発電も今日も明日もにゼロにできるとは思っていませんが、それでも20年、30年かけて、新しいエネルギーというものを、これを見つけ出していかないと、日本は持たないと思ってます。これ、いつでもと、水素というものを利用してね、水素社会というものを作っていく、新しいエネルギー社会を作っていく、こういう仕事をずっと言ってるんですけど、これも自民党、公明党の勝てば、原子力を動かしていくということに、ここの国が賛同したことになってしまうんです。そしてね、我々がずっとやってきたことは、まあ、本当にあの僕は豊中で何もしていませんけれども、教育にとにかく力を入れているのが維新の会、維新の党です。教育大国日本を目指す、教育大国日本を作って国を強くする、景気対策をする、少子化対策をする、これが維新の党の考え方、まあ、アベノミクスに対抗する維新のミクスといって、まあ、まだまだ言葉は広がっていませんが、教育大国日本で、国を強くし、少子化対策をし、景気対策をする、子供を持って大学を卒業させるまで、教育費完全無償の国を作る、これが維新の党のね、ある意味目標なんです。大学といってもエースで国民しただけではありませんよ。料理を学ぶ学校も、文化芸術を学ぶ学校も、大工さんになる学校も、全部ひっくるめて教育ですけど、これを完全無償の国にする、そうすれば、子供をね、今一人、抱えてる若いお父さんお母さん、もう一人産もうかっていう気にもなりますけど、今子供をね、産めない理由の最大の理由は、教育費がかかりすぎることです。うちも無計画に7人できちゃいましたけど、教育費がかかってしょうがない。教育費完全無償の国になれば、
これ子供1人のところ2人産もうかってなりますよ。これは少子化対策になるんです。こんなことも自民党や公明党何でも言ってます。それからね、若いお父さんお母さん教育費が無償になれば、それはその分教育費にかかってるお金をね、飲み食い買うに回すことができるんです。これは景気対策にもつながるんです。そして一番はね、国を強くするのは人を強くすること。人の強さは教育のレベル。だから日本国が歴史を振り返ってみて、あのアメリカやヨーロッパに植民地にされなかった、アジアの中で唯一植民地にされなかったのは我が日本国だけですよ。それは日本人の、その日本人の、ね、教育レベルが高いから。日本人というのはすごいんです。子供が生まれたらね、お父さんお母さんは自分の着るものを節約して、食べるものを節約しながら全部子供の教育費に回す。これが日本人なんです。僕はこれは素晴らしいと思いますね。ところが日本というのは、国はね、情けないことです。先進国の中で税金を教育に回している割合が